小倉純の47フォーカス。このコーナーでは47都道府県で活躍をしていらっしゃいます吉本の住みます芸人の皆さんの取り組みに焦点を当てることによりまして、地方創生、これを皆さんと一緒に考えようというコーナーでございます。お付き合いいただきたいと思います。スタジオコメンテーターはジャーナリストの中村龍太郎さんです。よろしくお願いします。さて、今回フォーカスするのは静岡県の取り組みでございまして、2度目のご出演になります静岡県の住みます芸人サコリッチさんとリモートをつないでおります。サコリッチさん、お願いします。はい、どうも、静岡県住みます芸人あっちこっちサコリッチです。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いしますお元気ですか？あ、もちろん元気でございますよ。ね、少し秋めいてというかちょっと寒くなってきましたけど、どうですか？あ、そうですね、確かに僕寒がりな方なんで、ね、より僕がやろうとしてる事業が、はい、季節に当たってきましたね。なるほどなるほど、はい。前回ご出演されて何か反響とかありました？まあ、反響といいますか、やっぱ僕自身も何て言うんでしょう、やっぱり今まで静岡県は沼津市というところでやってるんですが、その沼津市の方や、まあ、吉本興業の中だけでのお話をいろいろとさせていただいてたんですけど、そうやって外の方の意見をこうやって取り入れさせていただいて、頭がだいぶすっきりした感じはしましたね。あ、素晴らしい。はい、狭間寛平さんの一言でですね、はい、沼津うどんプロジェクトっていうのをサコリッチさんスタートする羽目になっ、することになった。ハメではない。ハメじゃないですよね。はいはい、私ね、今年ね、はい、その沼津市のそのリバーサイドホテルってあるじゃないですか。うん、あそこで私今年ほら公演のお仕事で伺いまして、でもうそうなんですか。本当にいいとこなんですよ。気候が温暖で、はい、その海があって、その山もあって。うん、でもう自然にあふれて、しかも新幹線だから便利じゃないですか。早いですよね。そうそう、だからね、今ね、沼津市ってね、確かね、数年前から人口が増えてんですよね。へえ。それは移住者が、若い人の移住者が増えてるっていう、ちょっとなかなかその地方にしてはその稀有なエリアなんですよ。それだけその移住しやすい環境の整った場所なんだなっていうふうに思ってました。そうですね、でも本当に先ほどおっしゃったように、その海と山と、まあね、いろんな自然もありながら、東京からも新幹線で 4,50 分で早ければ着いちゃうので。そうですね、はい、だからいろんな部分で見直されてて、そうやって移住者が増えるっていうのが最近の傾向ではあるかもしれないですね。なるほど。でそのプラス、私知らなかったんですけど、吉本の劇場があるんですよね。あら、ちょっと知らなかったんですオンライン発言知らなかったんですよこれ、ね、全国でも10カ所ぐらいしか吉本の常設劇場がなくてですね、はい、でその中でも沼津という場所で吉本の劇場出させていただいているので、そういう面でもですね、沼津をどんどん盛り上げていただけたいけたらなと思っております。いいじゃないですか。でその一環として、はい、狭間寛平さんの一言で始まった沼津うどんプロジェクトで、開発と販売というのをいろいろ模索しておられて、前回メニューを作るっていう話でね、試行錯誤で、はい、その後どうですか？その後はですね、今日の VTR 見ていただければ分かると思うんですけど、前回ね、出演していただいた林さんが、はい、いろんな人たちを巻き込んでいったら方がいいんじゃないという話を言っていただいて、確かに何か僕がやりたかったことに近いかもなと思って、で今回そのような動きをした第一歩が早速叶ったので、すごい良かったですね。おじゃあその様子を VTR にしていただきましたので拝見しましょう。お願いします。考案をしていきたいと思います。めちゃくちゃうまっ。うまっ。あ、やっぱね、干物を揚げての系をとかいろいろな作品ね、相性すごい考案されて、美味しい。どれがうまいか。プチトマト、みょうが、ルッコラで、まずアジの開きが有名なんですよ。すごいね、いろんな香りがするから面白いですよ。大丈夫だね。
今んとこ美味しくはない惜しいな。やっぱ柚子を入れるうどんってあるから、そっち系の柑橘系の香りとして爽やかになるけど、惜しい、すごい惜しい、惜しい。今日は、普段、沼津うどんの相談をずっと乗ってくださってるラーメン黒金さん、はい、これあの港のとこにあるね、まあ、お店のところでね、今日はやったらどうかって話をいただいたんですよね。黒金さんの一日店長をやらせてもらうんですけど、その中で沼津うどんの黒金バージョンも出してもらうということで、その沼津うどんをこれからやっていく中で、ちょっと黒金バージョンはどういう味付けになるのかとか、なんかそういうのもいろいろちょっと勉強になりそうだなと思って、普段ずっとお世話になってて、まあ、恩返しという意味も込めて今日一日店長で、おはようございます。お願いします。これ見てください、ラーメン黒金さんの、11周年を、まあ、記念したキャンペーンの中で今日一日店長をやらせてもらうと、よろしくお願いします。で、まあ、今回沼津うどんの黒金バージョンも出してもらうわけですよね。はい、サゴリッツさんのためだけに。いや違いますね。違うよ、コラボしてコラボだし11周年をまずはちょっとお祝いしようということでね、どういう味付けでやってもらえるのかちょっと僕まだ味わってないんで、めちゃくちゃ楽しみですね。早速試食してからいいですか。今日ラーメン屋さんですもん ね、 ね、 そうです。そこでうどんですもんね。これはラーメン黒金さんの T シャツをお借りして、沼津うどんで作ったこのエプロンは、これがまさにコラボということですね。本当にね、これで十分なんですね。だし取りに行くとかするんですか。あ、これだしを取るやつですね。まあ、そっか、より濃い部分ですもんね。濃い鯛だしに薄い鯛だしを混ぜて、そこに白だしをさらに混ぜた合わせだし、具材としては鰹節と油揚げ、三つ葉を乗せた、これが黒金バージョンの鯛だし、へだしを沼津。美味しいやつじゃないですか。ちょっといただきます。まずスープから。あ、スープ美味しそうだな。スープが気持ち、うまっ。あさりだしだと、まあ、基本その吸った時にあさりのあの癖のある感じがガツンって一回くるんですよ。でもマダイはそれがちょっと滑らかなんですね。でも滑らかだけど、このヘダ塩のしょっぱさがまた効いて、マダイの焼き魚をスープで吸ってるみたいな、そんな感じの、あっさりなのにしっかり塩味みたいな。へー、うわ、食レポしっかりしてますね。またそこにカツオが入ることによってね、うん、別の塩味がすごい奥深い味になりますね。わって感じ、本当にわって感じ伝わりますね。素晴らしい、うん、いや、沼津うどんのあの海鮮的ないい味も継承しつつ、完全にもう黒金さんの全く別の美味しいものに生まれ変わってますね。さすがだな。ちょっとうどん細めですよね。お客さんが回転待っててくれてるんですね。それでは回転します。じゃじゃーん、どうぞー。一日店長拍手と、まったり牛乳多いで、今日うどんしか出さないのよ。そう、今日うどんだけだから。うどんだけ、沼津うどんの黒金さんバージョン。え、ラーメンないんですか。今日ラーメンないですから。じゃあこれ1個ください。実際別のお店でね。別のお店で。この並び全部サコリちゃんがやってるんじゃないですか。王子主じゃないの俺。違う。あ、違うんや。俺沼津を席巻してる王子主じゃないの。あ、そう。違うから。すごいなんかメニュー多いですね、ここ。でもこの日はうどんだけっておっしゃってましたもんね。まだ今やっと初めてのお客様に出せただけだから。汚れますか。全然汚れちゃいます。皆さん応援に来てくれますね。限定なんでしょう。どううまいですか。まあうまい。
ちょっといろいろ説明してください。いや、出汁がやっぱ効いてて、はい、でもその何この葉っぱなんだっけ。三つ葉です。三つ葉はいいね、効いてるね。あ、本当ですか。うん、三つ葉好評ですよ。三つ葉強三つ葉強三つ葉好評ね。ありがたいですね。美味しいですか。美味しいですか。女性が多いですね。美味しいって言われる、ね、ってみてください。うん、また山椒さんで。あ、配達もしたんですか。人はまた全然違う。そう。ありがとうございます。そう、こちらで振る舞っておりますので、400円よかったらいかがでしょう。めちゃくちゃ美味しい。よかったら。こんにちは。ございます。おー、はい、ありがとうございます。すごい。ほんと続々じゃないですか。ありがとうございます。どうぞ。よかった。あ、ギュニー、ありがとうございます。わあ、すごい。ありがたいです。おー、並んでる。奈良です。奈良。奈良から。奈良港とかっていうことですか。そうですね。今回のうどんは、結構表面がツルツルしてて、うん、でもなおかつちょっとあの噛み応えみたいなのがちゃんとあって、うん、はい、これはこれでまた美味しいなって思います。うどんの新名物うどんっていうのをちょっと作ろうと思います。はい、名物のっといいです。ありがとうございます。美味しかったです。美味しかった、良かった、美味しい顔してました。コメントありがとうございます、ね。うん、ということは今出たので本日は乾杯です。乾杯。素晴らしい。すごい。完食だ。ね、本当にありがとうございます。今回11時から18時まで売り切れ次第で終了ということで、やってたんですけども、今4時41分で完売いたしました、うん、ということで今回営業中なんですが、準備中に変えさせていただいて閉店とさせていただきます。嬉しい、よかった。でもこの沼津うどんの新しい可能性をなんか感じましたね、うん、はい、勉強になりました。120杯完売、すごいじゃないですか。すごいすごい、はい、いや、そうなんですよ、ありがたいことにね、本当にね。え、これでもお客さん口々に美味しいっておっしゃってて大好評だったじゃないですか、はい、いや、やっぱりね、このプロって違いますね。あ、いや、そのなんかね、先ほど動画の前半の方でもありましたけど、その僕がじゃあ何か新しいものを作るとかってなると、うん、その素物のね、あ、その干物の素揚げをそのまま置いてとか、うん、なんかただただ詰め込んでいくみたいなのが、なんかただただそれだけの話なんですけど、この味の微妙なバランスを考えたものを作り上げるってやっぱプロすごいなって改めて思いましたね。いや、まあ、そういうとこあるんですね。はい、いくらなんですか。いくらで何種類かあるんですか。今回は黒金バージョンで、しかも普段はお休みの日にあそこを開店していただいてるので。あ、そういうことなんだ。そうなんですね、はい、なのでもうラーメンも販売せずに、あの沼津うどんの黒金バージョンだけで500円で安い販売。そう、なんかね、すごい頑張ってくださりまして、黒金さんが、はい。でも120杯完売って、うん、ね、完売しました、50杯でしたって言われると、ああってなったけど、120杯ってすごい売り方じゃないですか。いや、そうなんですよ。だからね、これ内心僕もドキドキでして、ね、その11周年をそもそも記念してやるということで、普段から沼津うどん開発した時とかも営業形態とかいろんなものを相談させてもらってたんですよ、うんうんうん、で、まあ、なんか恩返し僕したいです。で、まあ、ギャラとかも一切いらないので、1日店長とかでちょっとでも売り上げに貢献できたら嬉しいですみたいなことからこれ始まったんですけど。おー、いいですね。で、まあ、こう、はい、で、まあ、お店に入って、今日ってちなみにどれぐらいご用意されてるんですかって聞いたら、120杯ですよって言われて、ああ、120杯そんなにっていう
そう、そういけますみたいな感じでやったんですけど、なんとか完売できたんで嬉しかったですね。なんとかってだって予定した時間より早く完売しちゃったじゃないですか。いやそうなんですよ、まあ、これがねすごくその、まあ、劇場のお客さんとかも、うん、あの僕がこうやって告知して来てくれたりとか、うん、ああやってあの後輩の芸人とかあの先輩の芸人が劇場からお客さん連れてきてくれたりとか。あすごい、なるほど、ね、じゃあサコリッチさんがその告知したのはまずあの劇場で告知したのが主だったんですか。あとは、まあ、劇場 SNS ぐらいですかね、はいはいはい、あそうなんですね、はい、それだけでも120人来てくれるんですね、はい、で、まあ、その半分がですねその奈良県とかからもいらっしゃってたね、言いましたよね、はいはい、あの方は僕のファンですって言いたいんですけどじゃなくて、はい、あの沼津って今ラブライブっていうアニメがとても有名で、そうそうそう、発祥の地、あの聖地って言われてる、聖地って言われてて、はい、そのバス会社も3社あるんですけどそのラブライブ のパッケージバスとかも走ってんですよね。そうなんです、うん、だからそれもあってあの、アニメの好きな人なんかは若い人を中心に移住が結構増えてるんですよ。はい、ラブライブサンシャインというアニメの中に沼津が舞台となってるんですね、うん、ああそういうことなんだ。それで、はい、もうあのお宅の方々がもう毎週のように大勢来てくださって特にあの日はラブライブのイベントが行われてたんですよ。ああなるほど、はい、だからまあ半分ぐらいはそのラブライブで遊びに来た人がたまたまあ、え何沼津うどんって名物なのって思って来てくれたんです。おー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 、いいじゃないですか。よかった、はい、これ結構でかいなと思って。いやいやいや大きいですよ、はいはい、この名物なのって思ってくれたことが嬉しい。そう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 ね。サコリッチさんその、はい、あれあの VTR では見ましたけどもあれ上に何が乗っかってるんですか具は。はい、今回の黒金バージョンは、はい、油揚げと、はい、三つ葉と、はい、あともう一つありましたね。カツオ節が上に。あ、そうそう、カツオ節、カツオ節、はいはいはい。お肉みたいななんかありませんでしたっけ？いや、これがね、お肉入ってなくて、あの分厚い油揚げだけなんです。ああ、そう、お揚げさんなんだ、あれ。そう、お肉かと思ってました。ねえ。だからあれがまたそのお肉みたいな感覚でも食べ応えがあるし、あ、すごいね、満足して帰ってくださいました。これはですか、その黒金さんをやってらっしゃる先ほどの方とその、はい、あの何のせようか味はこうしようかっていうのはサコリッチさんといろいろ話しながら作ってたんですか。いや、もう今回はね、もう 100% で黒金さんが作ってくれたんですよ。おー、はい、だからもう本当にこのね、このすごい楽しみ上手な方で、自分のお店でも毎月一杯は新しいラーメンのメニュー出すみたいな感じで、すごいなんかいい意味で遊ばれてる方なんですよね。で、今回沼津うどんもせっかくここまでいろいろやったんだったらちょっと黒金バージョンちょっと作ってみたいなって言ってくださって今回こういう風になったんですけど。まあまあ、あのね、前回も沼津うどんってこうじゃなきゃいけないっていうのはないんですよっておっしゃってましたもんね。そうそうそう、そうなんですよ。まあ、聞いたら何言ってんだって思うかもしれないですけど、あの沼津うどんという概念として広めたいなと思ってて、まあ、なんか沼津に行ったらなんか沼津うどんっていう文字とかすごい見るけど、うんうんうん、全部味が違うんだけどこれ何とかっていうのが一番の理想。あ、なるほどね、はい、あ、大きな括りでの沼津うどんで皆さんが食べに来て、はい、じゃあ黒金バージョンが好きっていう人もいればサコリッチバージョンが好きっていう人もいればみたいなところが一番いいんでしょうね。そうです、そうです。なるほど。だからまあそこでね、寛平師匠が考案した元祖沼津うどん の、うん、あの人気が保たれるかどうかがちょっと僕は心配なんですけどいや、そこはね、元祖ですから。まあそうですね。沼津の食材っていうのはやっぱり使っていこうってところなんでしょ。まあそうですね、絶対その沼津に関係するものを使わないとやっぱ沼津うどんっていうのは難しいなと思ってるので、うん、で今回で言うと沼津で水揚げされた鯛を使ってるので、ね、あ、はい、ちょっと贅沢な感じがしていいですよね、鯛使ってる。やっぱいいですよね、やっぱ鯛って美味しいんですね、改めて思いました。美味しいですよね。これあれですか、発起人の寛平師匠からなんかアドバイスとか、感想とかっていうのいただいてるんですか。あ、
この黒金バージョンはまだ師匠も食べたことがなくて、で、沼津うどんに関しても毎回進捗報告とかはするんですよ。今こういう感じで、はいはい、僕今こうやって頑張ってますみたいなこと言うんですけど、やっぱりね、師匠もいろんな経験をされてきてる方で、でそもそも今回の沼津うどんもお前らがこれ頑張ったらいっぱいなんか人気も出るしええやろっていうことで開発しようやって言ってくださったんですよ、はい、だから毎回僕が言う言葉をそうかよかったなってわかる本当にただ見守ってくれてるというか大きな目線でね見守ってくださってるんでしょうね、はい、いやそうなんですよ。だから心強いですね本当に。そうですよね。逆に今回これね120杯完売しましたけども、やってみて、はい、次の課題みたいなのも見えたんですか。いやこれがだから先ほどもずっと言ってますが、プロが作った沼津うどんなんですよ、うん、でこれをじゃあ例えば僕が同じように真似してどこかで出せるかというと、まあ今回一応仕込み手伝わせてはもらいましたけど、うん、はい、微妙なこの味のバランスって僕再現できるのかっていう不安もちょっとある。難しそうで、あとはその、まあ、沼津港でこれから出すっていうこともあるので、はいはい、その沼津のその沼津うどんというそのメニューだけでいいのかとか、なんかそういう不安要素はありますね。あ、どうですかね中村さん、これせっかく沼津うどんを走り出させる第一歩というかね、っていうところであるとすると、なんか沼津うどんだけの方がいい気もするけど、やっぱりサゴリッチさんとしてはもうちょっとサポートメニューもあった方がいいかなとかってね、思いますもんね、まあ、やっぱりこの沼津港というとこってそのすごくにぎわってるとこなんですね、はいはいはい、で何でにぎわってるかというと、やっぱり深海魚水族館という珍しい水族館があって、さらに美味しい海鮮が食べられるということなんですね、はいはいはい、そこに勝てんのかというところですよね、やっぱり、やっぱり、まあ、これ私の意見ですけど、せっかくその沼津うどんってい こうネーミングがちょっとなんかね、他とはちょっと違 こうインパクトがある気がするんですよね。ですからやっぱりその沼津うどん推しで行った方がいいんじゃないかなっていう気がしますよね。はい、でやっぱりその寛平さんが発案したっていうところはやっぱりその PR 要素としては大きいじゃないですか、はいはい、ですから、まあ、今回 その120人来てくれたっていうのもその劇場から誘導してるっていう部分もありますし、ですからそういう流れとかを考えてみると、やはりその吉本の劇場、そして寛平さん、そして沼津うどんで、このこう軸からぶれない方がいいんじゃないかと。でむしろその沼津うどんっていうところでこうどんどん押していって、より市民ないしはこう全国に浸透するようにしたらいいんじゃないかなっていう気がしますね。ああ、そうなんだ、はい、じゃあなんかその今回をね足がかりにいろんな種類の沼津うどんが出せればなみたいな感じでは思ってたんですよ、うん、でやっぱなんか飲食って何か一つの部分が日本一になってないと、フックとして引っかかりにくくて、その盛り上がっていきにくいっていう話をよく聞くんですよ。はい、なのでその僕は今考えてる2パターンあって、1個がその日本一種類の多い沼津うどん屋さんみたいなのでもいいのかなとも思ったりとかして、でそのこれはどうですかね。ああ、それもいいなと思います。ただその実際に運営する側になってみると、その種類を多くすればするほどサコレッチさんとか、出し手の方に負担が大きくなると思うんですよね。そうなんですよね。そうするとそのサコレッチさんがせっかくこだわってらっしゃるこの味がちゃんとさっきの黒金さんみたいな形でその、再現できるのかっていうことも、はい、それにもかかってくるじゃないですか。ですから本来的にはそうやってこう間口を広げていろんな種類を出した方がこれは売りにはなると思うんですけども、それを例えばこういろんな味だったりとかトッピングを変えることはまあできると思うんですけれども、そのスープを変えるってこれはかなりこう難しいと思いますから、だからそのこうしっかりとしたそのこうスープ、そしてそのうどんですよね、そこはまあ基本だと思いますから、はい、そこがその味がぶれないように、そこが大事なんじゃないかなって思いますね。なるほど、ね、あ、じゃあなんか今聞いてて思ったのは、
あのよくラーメンフェスとかって、はいはい、どっか大きい公園とかであったりするじゃないですか、うんはい、なんかそういう感じでそれこそ黒金さんの黒金バージョン沼津うどんの出店が出てて、はい、で沼津うどんの元祖のお店も出ててみたいな沼津うどんフェスみたいななんかそういうのとか開催した方がなんかまだ盛り上がりそうなんですかねなんかそういうところで私はそう思いますやっぱり沼津うどんっていうこのネーミングにこだわった方がいいと思うんですよねだからそのうどんもいろいろこうあるじゃないですかその中でこうせっかくこうあのこう出てきたアイデア沼津うどんっていうのがあって一体どんなものなのかなってすごく興味はありますしでこれあのあと土地柄がこう土地の名前がついてるっていうことだけでもその、その沼津に来てくれたお客さんとか観光客の方にはアピールできると思うんですよね、うん、何が入ってんのかなってまずその美味しくなきゃいけない、うん、でも、はい、あのそれはそのこの美味しさの秘密って何だろうと思ったら実は沼津の特産品とか、地元のものを使、うん、ふんだんに使ってるんですよって言ったら納得してそれで人気が出れば大きく広がっていくと思うんですよねうんでまあ、あと一つは、まあ、サコリッチさんも考えてらっしゃると思うんですけれどもやっぱりじゃ あのこの沼津うどんをどういうふうにして広めていくかっていうことがポイントだと思うんですけれどもやっぱりその話題性があったらそのメディアもでたくさんこう取材が来てくれますんでその全国に知ってもらうきっかけになるっていうことを考えてみるといろんなこうイベントを仕掛けていく、それによってその沼津うどんを根付かせていくってことがいいんじゃないかなと思いますね、うんうん、あやっぱりイベントごととかってやっぱ大事なんですねそういうの、はい、あのほら寛平さんがなんかアメマナイトマラソンでしたっけ、はい、なんかやってらっしゃる、はいはい、それとこうコラボというかできないですかね、うん、あでもゆくゆくは確かにその、まあ、あの一応地域密着っていうこともやってるので、はい地域で頑張ってらっしゃるそのキッチンカーとかお呼びしてるんですね、はいはいはい、カンペアメマナトマラソンで、はいはいはい、だからその中に沼津うどんゾーンとかあーいいですねいいですねいいですね、はい、いいですね、うん、あれいつでしたっけ、10月の23日が記者会見だったんですけど、はい、あの開催日は3月ですね来年の3月、はい、おお、はい、じゃあ今からいろいろ仕掛けにこう入っていくとまあまあ 4,5 ヶ月かけて作れそうじゃないですか、うん、いや確かにそうですねそれは、うん、ねえあとね、はい、その調べたんですけど12月にですね、はい、その沼津って御用邸でも有名なんですよね あ、はいはい、あそうですね、はいはい、で御用邸公園っていうところで全国聞き酒コンテストのイベントがあるんですよそういうところとコラボして、ねはい、そことコラボしてうどんとあの日本酒と結構合うじゃないですかで特にそのやっぱあったかいうどんはやっぱ寒いシーズンに食べるとたまらないんですよだからそういうところで、はい、まあほらそういうそのイベントがあるところってやっぱりメディアも集まりますし、うん、その私もねあの経験ありますがやっぱ記事が書きやすいあ、ね、取材する側としてね取材する側としては記事が書きやすいですよねあ、はい、あそうかそういう目線でも考えた方がいいということなんですねちょっといいですねいやそういや多分動いていきたいと思いますそうやってえ坂口さん、はい、それからあの港のとこのお店はもう進んでるんですか、はいまあ、あのやっぱり営業形態をどうするかとか、なんか本当に今細かいところを調整してってるような形で今進んではいるんですけど、いつ頃目処に考えてるんですか。いやまあやっぱりそのおっしゃるように寒くなる前にとは思ってます。はい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 、そうですよね、はい。さっきの黒金バージョンは500円でしたけども、まあ、今後その販売価格っていうのはこれすごく大事なところだと思うんです。いくらぐらいにしようと思ってらっしゃるんですか。いやこれがあの戦略というかさっきもう一パターン2パターンあって、はい、っていううちのもう一つなんですけど、あ、はいはい、あの日本一のフックっていうことで日本一高いうどんとかどうかなともちょっと思ってるんですよ。そうするとなんかいろんなもんが入ってたりいろいろわかんないけども、はい、あの金粉が入りますか、うん、とか、もうタイももう丸々一匹乗ってるレベルのなんか例えば一杯5000円とか1万ぐらいのを作る方がなんかフックにはかかるのかなとか思ってるんですけど、キャッチーですよ、まあはい、そうですよね。うん、なんかだからそういうのが整うまではなんかあの大型あのチェーン店のあの自分の好きなトッピングを乗せてってマックス1000円ぐらいなのかなとも思ってるんですが、ね、これでも中野さん割とこう価格設定で、
これはすごい食べやすい価格設定、うん、でこれはもう本当にドーンとお金使って食べてねっていうのがあるのは面白いと思うんですけど。そうですね、やっぱりあの高い価格設定のものっていうのはまあこれは本当にねその考え方なんですけど、これも PR 用に例えば金粉散らしたりとか、あのそういうあのもう高価な食材をこうドンと乗せてインパク見た目インパクトにすると、うん、まあでもそれは、はい、あの普通の人はこう食べられないですよ、うん、基本、うん、やっぱりそのうどんとかラーメンとかそういった麺類っていうのは庶民の食べ物なので、そうですね、やっぱり低い価格設定で、うん、毎日でも食べられるようなものっていうのがやっぱりヒットするわけなんですよね、うん、ですからタコリチさんがそのおっしゃってるようにあのまあ1000円ぐらいで抑える、できればその先輩が500円で ね、かけうどんぐらいだったらその食べられるとか、お揚げ1枚乗せたらあの 毎日食べられるぐらいのそういう価格設定がいいんじゃないかなと思いますよね。そうですね、まず基本のその、ね、基本の値段のを食べてみたい。そうそうそうなんですよね。それで1個かけで、ボンって5000円とかなんとかあったら、うん、そりゃ、1つ余興で食べてみたいなっていう、うん、感じはあります。まあでも本当そういう感覚ですよね、だからね、うん、そうですね、そこら辺の仕掛けですね。そっか、いやそっか、あのいや中村さんとこの小倉さんが2人で食べに来てくれた時に5000円買ってくださると言うんだったら作ろうかなともちょっと思ってたんですけど。買います中村さんは買います。いやいや小倉さん買います押し付け合わないで押し付けてるみたいで。いやでもあのねそのさっきの120杯もそうですけど美味しそうだったじゃないですか、うん、美味しそうだった。これからもう寒い季節にはうどんなんていうのはねこう寒い時にすすればすするほど美味しいから、ちょっとこう、はい、季節的な仕掛けとしてはいいんじゃないですか。いやそうですよね、まあ、それを信じてやっぱちょっとやっていくしかないというか、うやっていきたいなと、はい、思ってます ね。もうシンプルなところでもかけうどんで美味しかったらもう全て間違いないですから。そう間違いない。まあ確かにそうですよね。そうなんですよ、もうだからかけうどんで美味しいってお店はもう毎日通いますから、うん、ああいや本当でもリアルな話ですよね、はい、これ本当に、はい。で、あのさっきのねその、仕掛けとしては今ねその、沼津市の時私あの講演会に行った時にもいろいろ話をこう雑談したんですけど、はい、そのラブライブがすごく盛り、これで町おこしが実際できてそうなんですよ、はい、でこれに乗っからない手はないなと思いますから、うん、ラブライブ乗りましょうよ。いやそうですね、はい、ですからそのサコリチさんが考案してそのラブライブと そのコラボ の、はい、あの特別な、その、うどんを作るそのそういうことをやったらそのヒット、まあ、こう皆さんね食べてくれるんじゃないか、必ず1回は食べてくれると思いますよ。いやそうですね確かに、うん、しかもそういうファンの人っていうのは沼津にリピーターで何度も来てますから、はいはいはい、実際私の街を回ってみてびっくりしましたもん、はい、いろんなところにアニメが貼ってあって、でみんなそこにねいや平日なのになんでこんなに人が溜まってんですかって聞いたんですよ、はい、そしたらあれはあのアニメのファンの人でつってでそのバスの、 ラッピングバスにしたってそれをこうあの写真に撮りに来るために東京とかこの全国から来てるんですよっていうふうに説明を受けましたから。なるほど、ワンカット入れてもらいましょういやまあそれが一番いいですよね確かに。ワンカット食べてるシーンを入れてもらいましょうよ、はいはい、そうですね、なんかもう土下座してきます今度。あとはほら大きいこう糊とかに、まあ、今ほらあの転写プリントみたいなのがあってその絵が描けるやつとか、あそれいいじゃないですか、あるじゃないですか、はい、それをまあほらあの、アニメ側にその許諾を取ってそれを載せてもらうとか、はいはいはい、で あるいはそのこう、練り物ですよね、練り物でこううまく作ればその女の子の顔みたいなのをこうバンと大きいのでこう載せて、でその代わりちょっと高い設定にするとか、はい、そうすると今はみんな SNS 文化ですからそれを取りに来るわけですよ、はいはい、でサコリッチさんのやってるそのうどん店うどん その、ね、ブースとかにこう取りに来るだけでもこうたくさんお客さんが来る、もうそれが想像できますよね。いやそうですね、それは本当だから一番の理想はそうなれれば一番いいですよね本当、うん、あのほらアニメがプリントしてある車でなんか板車みたいな風に言われるじゃないですか、はいはい、板どんぶりいいですね、板丼それはいいですね、まあ、お金がどんだけかかるか分からないけど予算とか無視して考えると板丼で出てきる ラブライブ沼津うどん、うん、そうですね、でなんか逆輸入してもらったらいいですね、それで
ラブライブ好きな人がうどん食べてうどん好きすぎて今度はうどん の, あのデザインの車に乗ってもらうようにいいですねで その方向性だったら高い価格設定でもいけると思うんですよ。そうああなるほど。その高い高級な食材とかを乗せたり金粉散らさなくても、ね、ラブライブ の, そのファンの方たちに特別なものを作りましたっていうものを提供すればこれも5000円でももうファンは必ず行きますから。あ本当っすね。確かにそういうやり方もあるんですね、はい、あります。でその代わりその、まあ、アニメ制作側にはナンパとか渡したりとかすればいいじゃないですか。で聖地に行ってその、沼津うどん、特別バージョン食べれるってなったらやっぱりこう、はい、わざわざ行く価値あるんじゃないかなと思うんですよね。いやそうっすね。それは本当あのプレミア感ということが本当ついてきますもんね。ちょっと方向性が見えてきましたね。はい、いやだからラブライブ本当にだからどっちに振り切っちゃっていいのかどうなのか今ちょっと怖いですが。まあまあ可能性の一つとして。そうですね。本当にそれができれば本当にいいですもんね。面白いですよね。もうでも行政の方もそのラブライブ側とは本当にそういうやり取りをしてると思いますから、うん、ノウハウは全部知っていますから、あのサコリッチさんがこう聞きに行けば、まあ、すみます芸人ですし、全部教えてくれると思うんですよね。はい、いや確かに、いやそうかそうか、だからそれで聞きに行けばいいのか。そういうことですね、はい、うん、そしたら橋渡ししますよって言ってくれるかもしれないじゃないですか、うん、はい、本当ですね。あもう橋渡ししてくれたら、はい、もう丼もできたようなもんですよどうしても丼作らせていやなんかラブライブの丼かわいいなとか思って確かになんか目立ちますね。目立つじゃないですか、はい、うん、ね、はい、で、いいです。食べ終わったら中から見えてくるとかね。あいいですね。あいいですね。どうですかね、すごいなんかうどんよりラブライブのあっちの固まってきてますねまあでも今沼津といえば それですから、はい、そうですね、はい、ガッと癖ですから、もうそれだけで沼津うどんってい う, もう, こうブランドがこう今お話をすることでね、はい、できてきましたよね、うん、いやそうですね本当に、うん、はい、いやありがとうございます。楽しみです、うん、楽しみですよ。僕も楽しみです。非常に楽しみな展開になってまいりましたんで、でももうあのそれがあの叶えば私も中村さんも行ってあの5000円の食べます。はい、あ食べます。約束ですよ。はい、約束します。はい。ありがとうございます。はい、もう楽しみにいただきに参りたいと思いますんで。ね、多分寛平さんも食べてくれると思います。はい、あそうですね、確かに寛平師匠も、はい、ありがとうございます、はい、ぜひそんな方向性も含めてさらにブラッシュアップして頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、またあの進捗状況教えてください。いやもちろんです、はい、またぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。いやラブライブとのコラボは面白いですね。そうですね、うん、まあ、実際にその行けば分かりますから。そんなにすごいんですか。やっぱりそんなにすごいんですよ。だからアニメの力って侮れないなって私はあの沼津に行った時に思いましたもん。だからもうそこを本当にうまくコラボすると、はい、まあ、このプロジェクトは成功するんじゃないかなと思います。大ブレイクの方向に。そうですね、楽しみになってまいりました、はいはい、吉本のすみます芸人の皆さんのですね、いろんな取り組みの模様は YouTube の、すみます芸人チャンネル、こちらでもご覧いただけますんでね、番組登録していただいてチャンネル登録していただいてですね、また応援をいただけると嬉しいなというふうに思っております。次回の47フォーカスは神奈川県横須賀市で芸人初となるあるものに任命され、芸人ならではのアイデアで横須賀から神奈川県全体を盛り上げる活動をされている方、こちらにフォーカスをしてまいりたいと思います。スタジオは中村龍太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。小倉淳の47フォーカス、また次回です。